こんにちは、こんちゃんです。いや、もうついに来ました。はい。お待たせしました。コメントもいただいてね。モーリンさんと相談してね。はい。弦、メタルシャック8、弦の 2.4X です。2尺4寸間のメタルシャック8になりますね。いや、そう、発売されてるのは知ってたんですよ。で、動画でもね、発売されてるよっていうのは言ったんですけど、私自身ね、吹いたことなくて、で、ちょっと知りたいと、レビューを知りたいというコメントいただきまして、ありがとうございます。で、モーリーさんに相談したところ、尺八奏者のですね、豊岡正史先生が、なんと、メタル尺八の 2.4X のね、これプロトタイプらしいんですよ。プロトタイプらしいんですけど、こう、持たれているというところで、で、頼んでいただいてですね、いや、もう、心よく、貸してあげるよというところで、いや、本当にありがとうございます。豊岡先生。ね、お貸しいただきまして、レビューできることになりました。モーリンさんも、豊岡先生もありがとうございます。いや、なんせね、いやいや、こっちは買えばいいやんと。買えばいいやんって思うんですけど、こちらですね、2尺4寸間としては、めちゃくちゃ安い8万8000円。うん。めちゃくちゃ安いんですよ。2尺4寸間で8万円っていうのは、すごい安いんですけど、まあ、なかなかね、やっぱこのね、ご時世、不景気なもんで、8万8000円をこう、吹かずに、ね、吹かずにポンと買うことはちょっとできなくてね、ずっとですね、吹きたいと思ったんですけど、先延ばしになってたんですね。はい。でも今回本当にね、ご協力のおかげで吹かせていただくことができます。ね、皆さんも、豊岡先生の演奏会、なんか関西とかでね、結構行われてるらしいのでね、ぜひ聞きに行ってみてください。きっとなんか、前々から、あれして、まあ、これが登場することも、あったりなかったり、あると思います。さあ、実際レビューしていきましょう。まず、こちらですね。よいしょ。このパーツですね。このパーツと、で、1、2、3、4、5パーツでね、このぐらいの箱で、すごいコンパクトにね、なってました。だから持ち運びめっちゃ簡単です。で、まあ、やっぱりアーカンでね、一番皆さんが心配なのが、こうなんですよ。こう。で、人の指によって、この位置って角度って変わると思うんですけど、まあ、ここでこう置いてみて、自分が一番楽に置けるところ。楽に置けるところに尺八を持っていけます。こう。これ僕だったら、めっちゃ楽です、これ。これめっちゃ楽。こうね。こう。指がこういうところに、じゃあこれっち持っていけるよと。で、次ここね。ここも。例えばここ決めるじゃないですか、こう。あ、こう決める。ここ決まったらここ決まるじゃないですか。こう。決まったところに、ここひねって持っていけるんですよ。だから、指がですね。指が自然と置ける。ね。ちょっと長いんで、映ってるかどうか心配なんですけど。今日できるだけね、画角広くは撮ってるんですけど。って感じですね。ではまず当たり前のことが当たり前にできているかっていうところからね行きたいと思います。ピッチ、A ですね、ラです。
大寒の2は、ちょい低いぐらいまでだったら持っていきます、これで。まあ、ほんまはこうでしょ。ね、これが。まあまあまあ、あんまりね、いらないですね。はい。ピッチはいきますね。はい。じゃあ次、音量です。音量。まあ、気づかれた方もいると思うんですけど、もうとんでもない音量ですね。とんでもない音量です。はい。まずは、こちら。北海道のね、小樽バンブークラフト工房さんの、もう僕がですね、人生で、もう今まで本当にね、いろんな工房さんの笛でね、まあ、アーカン好きなんですよ。これもうマタマ先生の影響です。マタマ先生がアーカン好きで、僕もね、やっぱり最初に教えていただいた先生がマタマ先生なので、もうアーカン超好きになっちゃって、で、またうちのね、筑穂流の宗家の正道先生も、アーカンめちゃめちゃアーカンどころの騒ぎじゃないんで、三尺くすぐまで長官すごいんですよ。だからもう僕自身も本当にね、長官好きになっちゃって、で、いろいろ長官吹いてるんですけど、これが一茶になります。で、ね、めっちゃ鳴るでしょ。これもうほんと八寸管を吹いてるようになるんですよ。で、はい。じゃあ一方、このメタルの 2.4X のね、メタルのアーカンはどうなのかと。こうですね。いやー、耳かゆい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 、はい。やばい。そんな鳴る？レオンのビリビリ音ですよね。アーカンでこの音鳴らしちゃうってやつですよね。やっぱりね、アーカンは結構こんな感じですよ。こんな感じ。まあ、これでもね、だいぶブワーってなってる方なんですね。方っていうか、まあ、これ以上になるってないぐらいになってるんですよ。なるわ。まあ、間違いなく僕が今まで吹いたアーカンの中では正直ぶっちぎりになりますね、音量。はい。
なります。では次、音色いきましょう。音色、じゃあちょっとあの尺八の飛曲ね、関心時っていうのをねちょっと吹いてみますね。今日はもうエコー入れませんね。いつもはちょっとエコー入れたりするんですけど、今日はエコー入れずにいきます。感じですね。まあ、さらっといきました。今の音色を覚えますからね。じゃあいきます。ほぼないね。ほぼない。皆さんどうでしたか？まああの録音でね聞かれてるのと実際聞くのとは違うと思うんですけど、まあ、僕の感触的に言えばほぼないです。うん、ほぼない。やっぱりね、あのこの前ね、あの 3D プリンター尺八のあののろしですね、それのアーカンをですね、アーカンを、アーカン2尺、3だったかな、アーカンだったかな、を吹かしていただいた時も感じたんですけど、こう長管になってくると、例えばその地なし尺八と地塗り尺八の違いもほとんどないんですよ。てかまあぶっちゃけもうほぼないんですよ。だから聴覚になってくると別に地塗りでも地なしでも同じような音がしますし、材質の差っていうのがこう音色に現れにくくなりますね。これはもう僕の経験則なんですけど、もうこれはやっぱり自分の耳の感じとするしかないんですけど、まあどうしてもこれとメタルと竹の差を言えって言われると、若干まろやかさぐらい。んー、でも別にほぼわかんないな。まあ、若干本当に若干あれなんですけど、もう目つぶってね聞くとねぐらいの差です。はい。じゃあまああのこのよこのアーカンですね、どんな方におすすめかっていうのをいきましょうね。やっぱり8万8000円のものなので、やっぱりこのあの弦のね1万6800円の
弦のこの弦に比べたらなかなかねやっぱりね勇気がいると思うんですよ。勇気がかなりのね勇気がいると思うんですけど、まあどういった方におすすめかって言ったら、やっぱりね結局音量なんですね。までの音量が出せると8寸間に負けないんですよね。8寸間に負けない。だから、まあ通常の8寸間がよいしょ、通常の8寸間がまあこれ船木田さんの尺八で、通常の8寸間がですね、感じで鳴らしてはると思うんですよ、通常の8寸間。それに対してって吹くわけなので、その音量で負けないっていうのがありますね。だから合奏とかでするときに、反応でまあどうしてもね、そのアーカンってねやっぱりなかなかなりにくいのが多いので、反応で負けたり音量で負けたりすると思うんですけど、これは一切負けないと思います。はい、例えば例の音、例の音なんですよ。でこっちが例の音と、なんで、でまあこれが、なんでやっぱりね 1.2 倍ぐらいかな、一番良くなるアーカンと比べても 1.2 倍ぐらいの鳴りがあるので、演奏会とかで使うには十分だと思います。はい、では次、いいとこばっかり挙げてますけど欠点ですね。唯一の欠点があるんですよ、この子にも。まあその材質がもうメタルがどうしても受けられないっていう方はもう竹買うしかないんで竹買ってください。はい、なんですけど、まあその別に普通に、まあどうだろうな、ライブとかで別になんかこれで吹いてても特に逆に長すぎて違和感ないかもしれません。こんだけ長いとね。こんだけ長いと、もういいやって気になりますよね。ね。
もう、むしろ もうむしろその竹でもやっぱりあかんってね見ると長って思いますから。ね、まあ、むしろね竹でも長いからもういいやって気分なの。あんまり違和感ない、ね、ビジュアルは逆にいいかもしれませんね。大きいし、なんか大きい鉄の塊ってみんな好きじゃないですか、うん、こう剣道みたいなね、はい、まあそんな感じなんですけど、そうですね、だから演奏会とかで本当プロの方が使うとか、あと学生サークルの方とかね使うにはすごいかもしれません。ただまあやっぱりねメタルなんですよ。でこう持った時に 1.2 倍ぐらい重いですうん、結局ねここなんですよ、重いんですよ、重い。今豊川先生がねこれねつけてくれてますけど、どうだろうな。気合を入れたらなんとかなるぐらいですね。ただAI 移動尺八とかよりは軽いんですけど、多分ねこれ520ぐらいだったと思います。ちょっとね何グラムか忘れたんですけどね、何グラムだったっけ、何グラムだったっけ、何グラムだったっけな。一応この清月閣さんのホームページで買えるんですけど、こっちですね、メタルの88,000円。グラム書いてあるかな。600らしいです。うん、600。600らしいです。はい、600g で、指穴が上が12mm 12mm 11mm 11.8 11.5 ですね。はいはい、らしいです、うん、まあ指穴に関しては全然な、普通のこの辺の尺八と変わんないですね。太さがこうですね、太さが、あ、そうだ、太さとかだから太さがやっぱり普通の尺八よりは短いので、うん、よいしょ。でもメタルと比べるとだいぶ太いですねメタルと比べるとだいぶ太い、うん、し、よいしょ、あとねこう普通の尺八よりもちょっと細いですね、うん、で、よいしょ、弦と比べても細いですけど、まあまあ違和感はないかな。ただ 600g です。はい、その 600g ですから、どうなんだろうね。もう今日ダラダラ撮らせてください。先週尺八さんの AI 移動 X の
メンタル尺八エアイード X の今ね選手さんのホームページ見てる。エアイード X のが8寸間が8寸間が554なんですよ。だからエアイード X の8寸間と比べたら 50g 重い。うん、50g 重いって感じですね。だからまあ言うてメタルからするとめちゃくちゃ軽いですよね、うん、やばいぐらいの軽さやと思います。はい、エアイードのうん、2.4 うんですね、ですね、はい。はい、っていう感じです。はい。だから、まあ、600g なんで、まあ、この 600g がどうしてもしんどい方っていうのは無理だと思います。まあそこぐらいですかね。まあこの 600g は僕はどうですかね。やっぱちょっと重たいかなって感じですけど。まあまあそもそもまあアカン自体重たいんで。おまあね、鉄の棒でも竹の棒でも長ければ重いです、尺八竹でこれどのぐらいの重さなんでしょうね。竹で2尺4寸間の重さ、こんなんあんまり気にしたことないな。2尺4寸管管重さ、尺八の2尺4寸間の重さが普通の竹で 480g です。はい。480g。うん。だいたい 480g らしいです。だからこれが 480g。で、これが 600g ですから。うん。480×1.2。480×1.2。480×1.2。うん。もう大体600ぐらいじゃないですか。おおおおおおおは、うん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 、ほらほら、音量も大体なんとなく 1.2 倍ぐらい。こうですもんね。1.2 倍、重さも 1.2 倍ということです。うん、逆に言ったら選手さんのエアイード X がいける方は多分余裕やと思います。うん、だからまあ長時間拭くと死ぬかもしれない。
でもまあ、普通にまあ、30分ぐらいの練習ぐらいだったら、ちょっと指を休ませながらで持つんじゃないですかね。あとまあ、これがあるから、まあ、これで本当に、ってやれば、まあ、いけるとは思います。はい。まあ、あとまあ、あんまりその、女性の方でメタルでガンガンみたいなこともないと思うんでね。うん、まあ、男性の方だったら全然いけると思います。はい。さあ、以上ですね。りょか先生のご協力のもと。ね。モーリーさんのご協力のもと。弦の、そうでした。はい。皆さん、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。もしね、気になるって方はですね、買ってみてください。ね。ちょうど、どうですかね。8万8000円っていうところなんですよね。8万8000円っていうところだから、ただ普通にアーカンを買うとすると、半額ぐらいですよ。やっぱりどんなに安いアーカンでもやっぱり16万、いやいや、まあ16万無理かな。やっぱり20万とか、ネタしたら23万とかしてくるんで、もしたらまあ3分の1ぐらいの値段ですよね。3分の1ぐらいの値段。3分の1の値段で、アーカンでバリバリ吹けるって言ったら、まあ、個人的には買いかなって思ったりします。もう、こんなバリバリ買うんだったらね、僕どうしよう。買っちゃおうかな。買っちゃおうかな、これ。たまらんな、でも。モーリーさんの設計がいいんでしょうね。設計がいいんでしょうね、これね。はい、ということでした。ではね、レビューということでさせていただきました。ありがとうございます。まったねー。